ベルサイユ宮殿は1682年にフランス王類14世が建てたフランスの宮殿である。ベルサイユ城ともいい、フランス語ではこちらの表記がよく使用されている。パリの南西 22km に位置するイブリーヌ県、ベルサイユにある。主な部分の設計はマンサールとルブランによって行われ、庭園はアンドレルノートルによって造営された。 バロック建築の代表作で豪華な建物と広大な美しい庭園で有名である。ベルサイユ宮殿はルイ14世が建造した宮殿である。宮殿内には地方の有力貴族の居住空間も用意され、権力の一極集中を実現していた。そのため、フランス絶対王政の象徴的建造物とも言われる。宮殿はルイ14世をはじめとした王族と、 貴族たちが国政を議論する場であり、時には社交上でもあった。その結果様々なルールエチケットマナーが生まれた。それの中に今につながるものもあるという。宮殿のファサードは400メートルもあり、左右対称の構成としている。正面玄関は当面の U 字型にへこんだ位置にあり、大通りがパリの方向に伸びている。西側は庭園に面している。儀式や、 外国の品格を越見するために使われた鏡の間は1871年にドイツ皇帝ビルヘルム一世の即位式が行われ、また第一次世界大戦後の対ドイツとの講和条約であるベルサイユ条約が調印された場所でもある。鏡の間にはたくさんの銀製品が飾られていたというが、ルイ14世は晩年になってスペインとの多い継承争いが続いて、 戦費の年出に困り、破産を免れるために、これらを売って戦費に当てたという。噴水庭園ベルサイユ宮殿宮殿の建設よりも、労力を費やされている。噴水庭園には、宮殿建設の2万5千人に対し、3万6千人が投入されている。そして、その噴水には、ルイ14世の3つの意図が込められている。噴水庭園は、遠近法を用いて集計され、 宮殿からラトナの泉、タピスベールに沿ってアポロの戦車の盆地へと続いている。水面から昇る戦車は太陽の昇りを象徴した。シャルルルブランが設計し、1668年から1670年の間に彫刻家、ジャンバティスト・テュービが王立ゴブラン製作所で製作したもので、鉛で鋳造された後に金メッキが施されている。噴水の向こうには、 大運河が公園の南端まで1800メートル伸びている。庭園の配置図。図の右下にベルサイユ宮殿、左上に大ショートリアノン宮殿、その下に大運河とアポロンの潜水を配置した。右下の総通りで南東へ500メートルするともよりのベルサイユイコールシャ東駅へ。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 庭園側から見たベルサイユ宮殿パリ市内の、イルドフランス地域圏急行鉄道も新線列車に、ミュゼドルセイ駅で乗って、ベルサイユイコール車頭駅で降り、総通りを歩いて、宮殿、庭園入り口まで、約500メートルである。ありがとうございます。